今は何も言えません。神岡さんもこのような力を持っているはずなのです。七角ペンダントが何なのか知っていますか？異世界への窓という意味が理解できますか？落ち着いてください、神岡さん。今は何も言えません、神岡さん。さっき私と麻生さんのことを聞きましたね。でも私と麻生さんだけの問題ではないのです。このままだと神岡さんは麻生さんを傷つけることになります。今まで以上に多くの人を巻き込む危険な事態が迫っているとだけ言っておきます。私はそれを防がなくてはならない。私は神岡さんの触媒となるわけにはいかないのです。今は何も言えません。時期が来れば全てが分かります。私帰ります。神岡さん、今日はもう大丈夫ですから。神岡君、君何してんだ。まあいい、とにかくベッドを整えてくれ。詳しいことは分からん。私もそこで出会ったばかりなんだ。よし、男どもは回れ右。胸元を楽にした方がいい。ブラウスの前をはだけるからカーテンを閉めてあっちへ行ってなさい。
よかった、気がついたみたいです。菅沼先生、車を出せますか。一応病院に連れて行きましょう。ほら、ダメじゃないか、無理しちゃ。横になっているとなんか胸が苦しくて、立っていた方が楽なんです。そうか、気分はどうだい。どこか痛むところは。いえ、大丈夫です。ただまだ頭の中がモヤモヤしています。先生、私どうしたんでしょうか。校舎の屋上で倒れていたらしいが、そこは覚えているかい。ええ、図書室で委員会の仕事をしていたんですが、風に当たりたくなって、それで屋上に。うちの図書室はいつも暑いからね。屋上には君一人だったのかい。はい、私が上がった時には一人でした。フェンス越しに校庭を眺めていたら、後ろに誰かが立ったような感じがしたんです。振り返ろうとしても体が動かせなくて、そしたら「もらうぞ」って声がして、合成音声っていうのかな、人工的な気味の悪い低い声で、男の声でした。で、その声がしてどうなったんだい。だんだん頭がぼーっとしてきて、何も考えられなくなっていったんです。それで倒れたんだね。そうなんですが、その直前に突然体が少し動かせるようになって、それでもうほとんど気を失いそうになっていたんですが、必死に後ろを振り返りました。そしたら、もう薄暗くてよくは見えなかったんですが、二人の人影が向き合って立っていました。一人はズボンで、もう一人はスカートだったみたいなので、男と女だったと思います。私の覚えているのはそこまでです。わかりました。じゃあ宇野森くん、一応病院に行こう。それから神岡くん、もう7時だ、早く帰宅しなさい。事件の考察は明日だ。Thank you.
何をですか。第二の自分、違います。上岡さんはまだ自覚していません。さっきここに何かが来ましたね。答えて。大切なことなんです。さっき来たのは何だったんですか。普通の人間じゃありません。何か普通じゃないものが来たでしょう。どのような姿で神岡さんの前に現れたのか分かりませんが、母親か老賢者か少女か、すいません、時間があまりありません。非常手段を取ります。少し不快感があるかもしれませんが、精神を機能とすると構造は何ですか。考えて答えてください。子供の頃一番悲しかったことは、パンドラの箱に本当に希望が残っていたと思いますか。わかりますか。気を楽にして、ごめんなさい。女の子、もう済みますから力を抜いて。ごめんなさい。神岡さんには不快だったと思いますが、仕方ありませんでした。ええ、そうです。今のは私です。過去に神岡さんの中に入り込んだものとは別だという意味です。神岡さん、僕が犯人でよかったって思っていましたね。違います。今の神岡さんではありません。
事件を引き起こしているのは、さっき神岡さんが見た女の子なのです。良い説明の言葉が見つからないのですが、現象を引き起こす神岡さんと今の神岡さんは別の存在なのです。今日はもう大丈夫。明日またお話ししましょう。かわいそうに。でも心配しないで。あなただけを苦しませるようなことはしない。私を信じて。だからもう少し待って。